別格のメンバーだったんですよ。やっぱりね、俺なんかもうバッティングピッチャーだよ。そうですよ、ねえもんな。大門さん、全部頭でこいつなんですよ。そうだな。やっぱそこで俺じゃねえなと思ってね。ありがとうございます。なんてことがあってね。なんかほら当時その社会人でやっててさ、やっぱりアマチュア、俺らアマチュア最後のメンバーでさ、オリンピックでそのバグだったりとさ、今ってもなんか社会人野球の中でさ、なんか目指すものってもちろん都市対抗だとかそういったものってあるんだけど、その一つその方はあったよね。オリ全日本入ってオリンピック行きたいっていう目標がさ、だから今のその社会人野球ってどんな感じなのかね。チームを優勝させようじゃなくて、俺プロに行くんだっていうのは強い選手がやっぱり多いじゃないの、やっぱり今の社会人でどうなのかなと思ったけどな。全然そういう選手もいない。そうだよね。なんか俺らなんかの時代ってそういうやつはもう金っ端なんだから当たったじゃんか。そうですよ、ふざけんなと。で、お前ら誰のためじゃない、自分のためやってんじゃねえんだよな。そうですね、今は多いと思いますよ。でもそういう選手の方が逆に、我々の時は入ったらカルチャーショック受けますからね。高校の時より厳しかったですね。特に我々が高卒で入ったのは、まあ、同じくらいなんですけど、うん、上の人とこう結構年齢差があって、うん、怖かったんですよね。あ、上の人たちがやっぱり厳しくて。そうですね、東芝の先輩方は怖いですね。そうですね。今はどうなんですか。今何回やってますか。もう、ああそうなんだ。なんか最後来たら、うわ、サクサクしてるな、甘いよ、ないな。ないっすね。で、最後、何年に社会人ですか。23年目ですか。最後社会人入った時に、もう大学卒業してんだよね、もうね。生まれた子がね。すごいね。すごいわ。どう、大学違う、うん、社会人。いや、どうなんですかね。あんまか分かんないですよね。自分がやってるから。やってるとね、感じないのかもしれないです。だから俺は最近の社会人はさ、周りのやっぱりその、景気だとかね、経済の状況だとかっていうやっぱ気球がやっぱり見つけてるし、年下のことを見ても、ちょっと環境どうにも少なくなってきて、なんかこう、盛り上がり方も少しちょっと、少しできてんのかなっていうような感じな。そこはな、もう俺らの頃って結構もうガーッと上げてたんだけど、そういうとこない、なんか寂しい部分ない。そういうのな、そういうのは感じるとこあります。ある。神奈川の高校野球ってすごい盛り上がるんですよ。そうね、はい、お客さん、春の大会、秋の大会でも僕が球場参議なんですけど、やっぱり都市対抗6月に行くとなるか。そうなんだな。なんか社会人野球のが面白いのに、すごい高校野球に集まったんですよね。そういったところをなんか工夫していくと、そうだね、まあ、もっと盛り上がってくると思うんですけどね。社会人野球って面白いよね。面白いですね。本当面白いと思うんですよ。本当に子供たちにこう見せるよね。やっぱりね、社会人野球ってやっぱりトーナメントだから、ちょっとショックなっていうかね。だからそういう、なんかその緊張感がある中で、高校野球もそうじゃない。なんか、そういうところでなんか面白いかなと思うじゃない。ドラマもあるしね。ね。まあ、キーオフとキーガーバットという時代は、ね、それね、あるしね。当時、金属バットだと、本当にもう、9回、福山で、わからない。特に、神奈川で、川崎だったんで、右手一本でこう、引っ掛けたあたりがもうライターにね、ピッチャーで、それはちょっと違いますね。10年ぐらい前のピッチャーになって、ピッチャーの値段が上がってるでしょ。上がってる。気になった。外から見てるとなんかピッチャーがピッチャーいいなみたいな。140キロ以上 で、ね、カットボールのスライダーのコントロールがあって、ね、なんかすぐね、よく見えるっていうね。でもさ、でもあれだよな、当時昔のね、昭和50年ぐらいの高校野球とか見てるとさ、いや、これは思うじゃん。でも今の当時のやつらに見ると、俺らのやつがそういうふうに見えてるかもしれないな。そう、うわ、俺だっ
ったら俺今全然打てねえよねえ、昔なんか本当まっすぐとカーブぐらいしかなくてさ、このピッチ押さえたのみたいな。で、今はどうなのや、深浦が自分が指導してるわけじゃないかね、経験のってさ、年々野球をまた考えるようになってね、社会人の野球でそのまま入っていけばいいのかって言ったら、そういう、感じだと思うんですよね。だからそこまでのレベルにやっぱり知ってないから、結局、年々考え方を下げていく。自分の目線を下げる。そうそうです。そこがもう、自分としてサロなんかどうなの？そのまだ今ね、さ、いる中でさ、そういう社会を、どうなの？言葉で教えるの？それとも見せてるの？見とけばいいよ。いや、言葉で。自分まだ試合に出てるところなんで、勝ちたいんですよ。おなんか勝った時の喜びがある、うん、知ってるんで、なんか勝ちたいっていうのがあるから、なんかその気持ちがやっぱり今まで続けてるんだろうね、結局はね。メンバー、チーム30人いるんだったら、本当に30人が勝ちたいっていうふうに思ってくれればいいんですけど、それが増えれば増えるだけ、ね、そういう考え方を持たない選手がやっぱり子供、高校生扱ってると。は試合出ないかななんて、そうじゃなくて試合出ないのでも何か仕事があるだろう。それはさ、俺らアトランタでよく分かったよな。はい、だからそういう経験をさせてもらったんで、そうだよね、すごい前に生きてますね。そういうことは。ジュダロンはどう？今その会社の中でさ、会社かな。俺なんか結構さ、俺今少年野球を教わって教えてたからさ、部下に教えたら子供に言ってること一緒なんだよ。そうそう、できることしっかりやれよ、基本動作しっかりやるんだぜ、基本用語やるんだぜ、結局一緒していいですよ、どこに大人になるのは子供だろう。最後さっき23年とか言ってたのにさ、何年今僕はトータル21年トータルコートはい、コートはぁ、私のこれは10年ぐらい、俺もこれ14年23年か、すごいなぁ。まだ行こうよ。でも3年生だったね、今ね。社会人の中ではね。記憶で山本まさが47までやってたからさ。それはそうか。負けちゃダメだよ、負けちゃダメだよ。